生協で買える痩せる食材トップ3お伝えしていきます。この動画では1つ目、食材が持つ痩せるポイントとは何か、2つ目、痩せる食材を取り入れることでどうなるのか、3つ目、痩せる食材をランキング形式でお伝えしてまいります。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録していただけますととても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の食材が持つ痩せるポイントについてお伝えしてまいりますね。とっても大切なお話です。なぜかというと、痩せるためには必要な条件というのがあるんですね。日頃召し上がっているものが間違ってしまうと太ってしまうわけです。そこで今回の痩せるポイントはこちら、食物繊維がきちんと入っているかどうかということになるんですね。食物繊維というのはあなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌の餌になってくれるんです。そのことで腸内環境が整って痩せ菌がどんどん増えてくれるわけですから、自然とあなたは痩せ体質にこう生まれ変わっていくことができるんですよね。そのための材料としてやはりこの食物繊維が日頃のお食事で摂れているのかいないのかで、痩せれるのか痩せられないのかがやはりね、道が変わってくるわけです。そしてなんとですね、食物繊維というのは脂肪燃焼効果もあるんですよね。ですから痩せ菌が増えて溜めてきてしまった脂肪をその燃焼してくれるということですから、もうこれは絶対に必要な栄養素になります。そしてプラスデトックスです。溜め込んでしまったものをですね、出さないといけないわけですよね。大掃除です。綺麗なものを入れるためには大掃除をしないと入りませんよね。ですから入れるためには出すことが先です。というわけでこの食物繊維がきちんと取れているかどうかがダイエットが成功するかどうかの鍵となってくるわけですね。はい、ではもう一つポイントです。今からお伝えする食材にはこちら、化学調味料が無添加になります。ここも大事ですよ。もうぜひあなたが日頃買い物に行かれた時にですね、原材料名をチェックしてみてください。そこにもしも調味料かっこアミノ酸などと書いてあるものが、これが実は化学調味料なんですよ。ですからこういったものを召し上がってしまわれますと、あなたの腸内環境が悪くなったり、また肝臓を痛めますから、どんどん痩せ体質からは離れていってしまうわけですね。ですから必ずですね、先ほどお伝えした食物繊維を摂ることと、その入っているその原材料名の中に化学調味料が入っていないかどうかをチェックしていきましょう。それでは2つ目に入りましょう。痩せる食材を取り入れるということですね。取り入れるということはやはり日頃からですね、召し上がっている食材にもうちょい足しするだけで OK なんですよ。もうね、こんな風にあれも取らなくちゃ、これも取らなくちゃってこう考え出したら、もうストレスになりませんか？あれもこれも一気にできないですよね。大丈夫なんです。ポイントはですね、もしあなたのダイエットがうまくいかない、成功していないということを繰り返していらっしゃるようであれば、ご自分を責めなくてもいいんですよ。上手に今まであなたが選んできたものを痩せる食材に置き換えていけばね、よろしいんです。その時に全てを置き換えるということではなくて、上手にもうちょい足しで取り入れていくということなんですね。なので私が1番でお伝えした痩せるポイント、食物繊維がしっかり取れているかどうか、そして化学調味料などが入っていないかどうか、まずこの2つだけでもですね、抑えていくこと、そういった食材を上手に日頃のお食事にですね、ちょい足しで入れていくことが大事、成功する鍵なんですよ。もうコツコツがもうダイエットに一番大切な要素です。焦らなくていいんですよ。確実にあなたの体質は痩せ体質へと変わることができます。そのために必要な食材を今からトップ3でお伝えしてまいりますね。ではいよいよここから3つ目です。痩せる食材のランキングトップ3、あなたにお伝えしてまいります。ではまず第3位はこちらです。生協コープのオーガニック有機栽培のレーズンとなります。
こちらはこの1番2番でお伝えした通りですね、食物繊維が豊富で、しかも化学調味料などが無添加であること、そしてどんなお料理にも工夫次第でトッピングするだけで、こういった食材をあなたは取り入れることができるわけなんです。でこちら1袋で 130g が入っております。で嬉しいのがその有機栽培であること、オーガニックであることっていうのがやはりですね、腸内環境を整えて痩せ体質になるためにはとても重要になってくるんですよね。でこちらお値段の方が私コープの未成協大分別府店で購入してきたんですけれども、オーガニックレーズンがですね、税抜きで321円でした。でも結構な量が入ってまして、また嬉しいのがこの原材料名見たら有機干しぶどうだけなんですよ。よくこういったね、干しぶどうっていうのはオイルコーティングがしてあるのが非常に多いです。植物油がねセットになっている、または香料とかね、余計なお砂糖とか入っている場合もあります。ですからあなたが選ぶときはもうそのまま、もうぶどうだけ、しかもオーガニックということで、こちらを例えば日頃召し上がってらっしゃる、そうですね、ヨーグルトであったり、まあ、ポテトサラダであったり、まあ、そういったサラダとか、そうですね、もう本当にあのよくこう中華素材にもね、こう甘みで入れ足してもいいと思うんですよね。こういった形でもう何にでもパラパラっとかけるだけで、こういった痩せ食材をあなたはしっかりと摂ることができますから、ぜひこのレーズン日頃のお食事にトッピングしてみてくださいね。でまたレーズンがですね、いいのはカリウムが豊富なので、例えばあなたがもう足がむくんで辛いとか、もう夕方になるともう立っているのが辛いぐらいむくむとかがありましたら、このレーズンが持つそのカリウムの成分の効果でむくみ解消もできますから、お腹もすっきりデトックス効果もあります。こちらを日頃のお食事にトッピングしてみてくださいね。ではランキング第2位はこちらです。生協コープ国産素材、国産原料16国ご飯の素になります。こちらね、すごい、もうこの名の通り16国入っているんですね。ちょっとチェックしていきましょう。原材料名です。こちらですね、黒米、そして押し麦、そして、白麦、もち米、もち麦、米粒麦、そしてきび、もち玄米、発芽、赤米、丸麦、そして冷え、引き割り鳩麦、高きび、焙煎、発芽玄米、発芽玄米、緑米ということで、もうこのようなさまざまな種類の雑穀が入っているんですよね。でこういった雑穀を普段召し上がっていらっしゃる白米であったり玄米にやはりトッピングしていただくだけで、もう非常に豊富な栄養であったり、また食物繊維ですよね、が豊富に取れます。で結果デトックスができて、腸内環境が整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やすことができるんですよ。で私こういったもう雑穀米も大好きで、私の場合は普段あの玄米を美味しくいただいているんですよね。でその玄米にこういった16米を混ぜたりとか、こういったそのトッピングですよね、もうするだけでさらにもういろんな栄養が一気に取れますから、もうこれはですね、もう簡単手軽ですよね。なぜかというと普段食べているそのお米に混ぜればいいだけですから、こういったもう丸々だけ、ね、混ぜるだけという簡単な方法で、このような腸内環境を整えていく食材へと変えていけばよろしいんですよ。ですので第2位はこちら、おすすめ16国米のご飯の素でした。ではランキング第1位はこちらです。コープ生協のクオリティ、伊勢志摩産の長ひじきになります。こちらはもう太く育った茎の部分を使用ということで、もうとにかく歯ごたえがよくて、私気に入っております一品になるんですね。よくひじきはあの結構こう煮崩れというかですね、こう崩れやすいと思うんですけれども、こちらはしっかりとした食感で味わうことができるんです。こちら1袋あたり 10g が入っておりまして、原材料名は長ひじき（三重県の伊勢志摩）ということで、伊勢志摩半島でね取れたひじきなんだなと思って、なんかね旅行にも行きたくなってしまうような、もう本当にここ景色の写真がねこのパッケージについてるんですけども、とっても
っても海が綺麗なんですよ。いいなと思って手に取った一品になります。でこちらやはりひじきもですね、もうとにかくもう何にでもね使っていただきたいんですね。難しく考える必要はもうないです。例えば私であればですね、もう本当にお味噌汁にも入れてみたりとか、もちろんこのひじきのねお煮付けにも使えますし、もうどうかしたらもうね炒めちゃう、もう炒め物として野菜炒めと一緒にもうねこちらも炒めてしまって、もう本当にね美味しいんですよ。油と相性が良いので、油とですねその炒め物ということで、私油はオリーブオイルを使います。サラダオイルとか言ったのはね、サラダ油とかは使わないんですよね。なぜかというと腸内環境に良くないからです。なので、まあ、オリーブオイルをメインに使ったりとか、あとちょっと余談でのオイルの話になりますけれども、やはりDHA とか EPA が入っているようなオメガ系のですねオイル、アマニ油とかですね、エゴマ油とか、あいた油も、まあ、加熱用ではないんですけれども、作った後に後でちょい足しでかけて召し上がるというのでもいいと思うんですよ。なのでこちらひじきはですね、何にでもいいです。もうトッピングでいいですから、海藻系です。やはり食物繊維といえば海藻系も一押しになりますので、あなたの日頃のお食事のメニューにぜひこの長ひじきトッピングして美味しく召し上がってみてくださいね。はい、そしてこのご紹介しました長ひじき、お値段なんですけども税別で267円でした。ではこの動画のまとめに入ります。1つ目、痩せるポイントでしたね。これは腸内環境を整える、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やすために必要な食物繊維を取りましょうでしたね。そして化学調味料です。別名調味料かっこアミノ酸などと書いてあるものが含まれていないものを日頃からチョイスしていきましょうねでしたね。では2つ目です。痩せる食材を取り入れる、その取り入れ方が大事ですよでしたね。難しく考えずに日頃のお食事にもトッピングしていく、そうして痩せる食材へとどんどん日頃選んでいたものに置き換えていくということでしたね。そして3つ目です。痩せる食材のトップ3ランキングでした。第3位はこちら、有機栽培のレーズンでしたね。ポイントはもうこのレーズンだけでできていること、余計な植物油などのオイルコーティングをしていないものを選びましょうでしたね。では2つ目です。こちらです。国産原料を使った16穀ご飯の素でした。こちらも普段召し上がっていらっしゃるお米ご飯にトッピングするだけで痩せ体制と早変わりしていくお米に変えれますよでしたね。ではそして1位はこちら、伊勢志摩産の長ひじきでした。もうとにかく海藻というのは水溶性食物繊維がもう豊富に含まれておりますから、あなたの腸内環境を整えてくれる、また脂肪燃焼効果も抑えてくれますから、脂肪燃焼効果をこう上げてくれるね食材ですから、もうぜひ日頃の食事にもうちょい入れちょい出しするだけで上手に痩せメニューへと変えていきましょうねでしたね。さあいかがだったでしょうか。この動画でお伝えしましたお話、ぜひ今から取り組んでいただいて、どんどんあなたのダイエットにお役立ていただければと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。